グワンパーということで、天真ラマン実況、ルリさんルートを続きやっていくんですけれども、いや、前回ね、この天真ラマン実況途中から、使い始めたグワンパという規制があるんですけども、いやー、2回目が来てくれましたね。もう、それからね、ゆずソフトさん実況ではね、毎回のように使ってるんですけど、いやー、やっぱね、一回だけだとちょっとな、いや、チャローとかが強すぎてさ、みんなチャローのが知名度高いし、なんか、みんな知ってるからさ、だから俺逆張りみたいな感じでグアンパ使い始めてんだけど、あの一回だけだと、ちょっと弱かったから、二回目が来てくれてなんか嬉しかったです。はい、ということで、ルリさんとのデート会だね、続きからじゃあ見ていきましょう。さてと、それじゃあ、そろそろ帰るか。うん。あら、寂しそう。ルリ？どうかしたのか？どこを見ているのかわからない視線で、ルリは顔を町の方に向けていた。おお。その表情はいつもの感じとは全然違っていて、どこか大人びた憂いを感じさせるような顔だった。別に、何でもない。どうした？ああ、その過去のことかな。何でもないっていう表情ではなさそうだけどな。大したことじゃないけど、ただ。ただ？なんだよ。ルリは結構今の暮らしが好きだ。姫姉様と二人でいた頃は静かで好きだったけど、うん、今は騒がしくて好きだ。どっちも好きってことね。そうか。だから本当にこのままでいいのか、ルリは悩む。いやー、でもなんかそれがルリさんのね、罰なんじゃないかな。これからどうすればいいか、自分でね、こう苦しんで苦しんで答えをね、見つけていくみたいな。なんだ？また自分の罪の話か？それはこの前も言ったろ。俺には関係ないって。うん。わかってる。ルリはもうやめた。だから前みたいに逃げたりしない。でも、あの時以来、ルリは謝ることもできてないから。その相手は今となっては決して謝ることのできない天罰を受けるきっかけとなった俺の先祖。ああね、そこの話はもうちょい詳しく聞きたかったとこだったけどね。ルリはそいつに負い目を感じている。いや、負い目を感じていること自体は前からだったんだろうけど、ここに来て特にそう思い始めてしまったんだろう。ルリは幸せなんだ。うん。楽しいんだ。でも、だからこそっていうね。友達のことか？どんな風に過ごしたのか、それが気になるか？うん。あの日を最後に会ってない。どうなったのか、ルリは知らないから。ああ、そうなんだ。その天罰を受けるところからもう会ってないんだね。受けたところから？宇野花に聞けば何かわからないのか？その質問に静かに首を振るルリ。ハルキの罰がルリのせいって知った後で聞いたことがある。知らないらしい。へえ、そうか。ハルキには謝った。でも謝れてないから、一番謝らなきゃいけない相手に謝れてないから。まあその亡くなってるんだったら、まあお墓とか行ってね、まあ確かに謝りたい気持ちあるのかもしれないね。ルリ。でも、もう。ルリだってそれは分かってる。だから、このままでいいのか、分からない。余計分かんないのか。人を不幸に、少なくともそうなる要因を作ったのに、自分は楽しい日々を過ごしている。しかも相手が大切な友達だったからこそ、ルリは未だに悩んでいるんだろう。でも、幸せだったんじゃないか？どうしてだ？どうしてそんな風に思う？だって俺がいるだろう。あまりにも端的な言葉すぎたが、ああ、だからそのなんだろうな、こう脈々とね、受け継がれてきているというか、まあ普通本当にね、もう辛くて嫌だったら子供なんて産めないからな。そういう気分にならないもんな。もう、なんか、もうどうでもいいや、みたいな。もう子孫知らねえわ、みたいなさ。確かにこれじゃあ意味がわからないよな。つまりだな。こうして俺が存在するってことは、
当然親がいるわけだ。そして俺の親にも親、つまりじいさんがいる。何当然なこと言ってるんだ。いや違うよ、そこに至るまでの過程よ。そのじいさんにも親が、その人にも親、そうやって遡っていけばいずれはお前の友達にたどり着くだろう。何が言いたいのかよくわからないぞ。みんな好きな人ができて子供を作ったからこそ俺がここにいるわけだ。俺はさ、じいさんやサナのことが好きだ。そりゃ何の問題もないとは言わないけどさ、それでもこうして暮らせてることがすごく幸せだ。家族と暮らすのは幸せなことだし、それにその好きなやつと一緒にいるのも幸せだと思う。うん、それはわかる。その気持ちはルリにはわかる。うん、だから幸せだったんじゃないか。その証拠が今まで続く俺の家系なんじゃねえの。そりゃ何の不満もない人生とはいかないだろう。まあそうだよね。いかなかっただろう。うん、まあな、もう不満もない人生なんてあるわけないからな。うん、幸福も、なんていうのかな、こう不幸との差で生まれるみたいなことありますからね。なんかもう何もさ、起伏がなかったらこうも不幸もないでしょみたいな。不幸があるからこう他人の不幸を見てこうその比較でさ、あ俺幸せなんだなって思ったりみたいな、なんかそういうもんだよね幸せってね。程度は知らないが、先祖にも天罰が下っているんだったら、でもだからって絶望的な不幸人生を歩んできたとは限らないはずだ。結局どんな気持ちで生きてきたのかとかはわからない。でもきっとそれなりに幸せだったんじゃないか。うん、そうかもしれない。結構細かいことにはこだわらない自分中心なタイプだったから。それにどんな理由があってもお前が幸せになっちゃいけないなんてことはないだろう。そうなのか。少なくとも俺はそう思う。ルリは俺の言葉に特に反応は示さなかった。ただ静かに今言った言葉について考えている。俺は右手をルリに向かって差し出した。なんだろうね、難しい問題だな。なんか自分は幸せになっちゃいけないんじゃないかみたいなさ、風にこう考える人もいるしね。うん、でもそういうパターンになっちゃうと、こうどんどんさ、こう悪い方向に行っちゃうけど、まあ、こうやってね、なんか春樹くんみたいに、いや幸せになっていいでしょうみたいな、どんな境遇でも。幸せをね、掴みに行く権利はあるだろうみたいな風に言ってくれる人は、やっぱな、なんだろう、いると嬉しいですよね。なんだ？ん？お手ならしないぞ。バカにするな。いや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 、誰がそんなこと言うか。そんなこと言ったらどうなるか目に見えてるからな。なら噛みついてほしいのか。まったく、春樹はド変態だな。すぐに欲望を満たそうとして、うん、もう少し場の空気を読んだ方がいいぞ。なんだ欲望を満たすって。噛まれる欲。なんだその欲望は。お前が空気を読めよ。このまま待ってても拉致があかん。そうだね。ぐいっとルリの手を取る。こういうことだよ。おお。なんだ、手をつなぎたかっただけか。そういうことは口で言え。察せっていうのもな、難しいけど、まあ気恥ずかしいよね。普通気づくだろ。うるさいな、細かいことをいちいち。あの時点でこの手の意味に気づくかどうかは細かい部分じゃねえ。かなり根本的なコミュニケーションの問題だ。まあ察せと、まあなんだろう、そこ難しいよね。もう全部さ、こうジェスチャーやら目線やらさ、こう雰囲気やらで察せって難しいよな。もうそういうのができるのはもう幼なじみぐらいですよ。幼なじみはだから強えんだよな。こういつもと違う雰囲気になったみたいな感じでさ、こうもう察するんだよな。あ、これはみたいなさ。このあの春本気だみたいな感じでさ、こう葵さんとかね、すぐ察しちゃうけど。でもこれは悪くない。なんだって？春樹とこうして手をつなぐのは悪くない。それに春樹のぬくもりを感じられるのも。お確かにルリさん感覚で生きてそうだもんね。言いながらゆっくりと俺の胸の中にルリが来る。それに抵抗する理由もない。
そうか。それは良かったな。ハルキは？ハルキはどうだ？俺？俺は、俺も悪くないと思うよ。何してんねん。素直に言うんだよ、そこは。そうか。それなら、もうしばらくこのままだ。お。そう言ったルリが頭を俺に預けてくる。軽く抱きしめられるように、俺はルリと繋いでいない方の手を回す。ハルキの心臓、ドキドキしてるぞ。そりゃそうだろ。その、好きな奴と一緒にいるんだから、それぐらい普通だろ。そうか。なら、ルリも普通だな。さっきから心臓がドキドキしてるから、またあの時みたいに、発情期を迎えたのかと思った。やめて。マジでこの流れは、そういう流れになっちゃうから。好きな人と一緒にいてドキドキするっていうのは、人間の発情期だって無理やり当てはめられないこと、ないけどな。言いながら腕の中のルリの顔を上に向かせる。おう。特に抵抗しないルリの視線が俺に向けられた。俺、どうやら、うん、発情してるみたいなんだよ。だからルリ、何言ってんだよ。お前嘘だろ！マジで言ってんのか！俺が唇を寄せても、特にルリは抵抗する様子もない。おう。そのままルリ、俺はルリの唇を自分の唇で塞いでしまう。あら。おい、マジか、この流れ。おい、マジか？え？ハルキ、そんなキス、しちゃダメだ。ね。なんでだよ。好きな奴にキスするのは普通だろ。それにお前だって抵抗しなかったくせに。まだルディの体の調子は完璧じゃないんだぞ。うん、だから。そうだよね。そうだよね。だから。また、またがジュクジュクしてきた。やめて、その、その、表現が生々しいんだ、だから。ジュクジュクしてきた。なるほど。ええじゃないよ。お前が察したんだ、ハルキ君。コントロールできるようになったんじゃなかったのか。なかったのかよ。あ、始まんの？嘘でしょ？はい。ということで、皆さん、この画面に来たということは、お察しでございますよね。2回目の、例のシーンの事故でございます。はい。ねえ、このルリさんルートさ、シャープ15ぐらいで終わんのね。なんかすごい展開早くない？もう例のシーン2回目ですよ。もうしかも告白も済ませて、付き合って、ねえ、まだ一桁しか、シャープ一桁ですからね。もうシャープ20もいかないんじゃないかなってレベルで、なんかサクサク来てるんですけど、大丈夫なんですかね？はい。じゃあ続きの方見ていきましょうか。あ、日付変わってね。あの後ね、普通に家に戻ったらしいですからね。そっから日付変わって3日後。せっかくの日曜なのにお前はどこにも行かないのか。いや、夏休みじゃ、こっちは。こっちは夏休みじゃ。毎日が日曜日じゃ。え？日曜日の昼過ぎ、いつものように夏休みの課題を行い、休憩がてらコーヒーを飲みに来た俺に、じいさんはそう言った。ちなみにルリは隣でオレンジジュースを飲んでいる。お前も男なら、ルリ君を遊びに連れて行くぐらいのことはしたらどうなんだ？交際しているんだろう。おお、もう気づかれてたのか。あらあら、あら、そうなの、ハル君。やばいやばい、もうネタを提供してしまう。いや、そのまあ、はっきりせんか。そんなことではルリ君に愛想をつかされてしまうぞ。まあ確かにな。放っておいてくれ。それよりもなんだっけ。だからデートをしないのか。交際が始まったからといってそういうことを忘れていると後悔するぞ。でもつい最近デートしたばっかなんだけどな。釣った魚には餌を与えないタイプだ。すげえデジャビュ。すげえデジャビュなんだけど、まあそういう、もう本人に言われちまうとな。ルリちゃんよく知ってるわね。ダメよハルク、うん、本当の勝負はここからなんだからね。そうなんだ。もう2回戦ぐらいも勝負してるんですけどね。
渡る君の言う通りだ。男の器量とは交際の有無に関係なくいつでも問われているんだぞ。なんか深いな。なんかちょっと深いな。ハルキ、器量が問われてるらしいぞ。どうすればいいんだじゃん。もうルリさんに言われちまったな。だから別にどこにも連れてない行ってないわけじゃないってば。つい先日だって一緒に出かけてきたところだ。あ、そうなんだ。僕は言うとまた根掘り葉掘り聞かれそうだから具体的には言わないけど、それに日曜日だからこそ家で過ごしてるんだろ。夏休みなんだからわざわざ休日に行動する必要もないし。確かにそうかも。平日にデートしてこそ学生の思い出って感じがするわよね。あー、でも確かにな。なんか平日、その長期休暇の平日って言ったらいいのかな、その夏休みとかね、そういう時の平日やっぱ人も少ないしな、平日だと。まあでもいるか。まあでも結構有名とかいるかもしれないけど、まあでもそういうね、平日にまあデート行けるっていうのは確かに学生の特権みたいなところあるからな。学生の思い出か、懐かしい。わしも昔はよく盗んだバイクで走り出したもんだ。尾崎豊か。なんか実際にその影響を受けて走り出してた人いるみたいなんだけど。大丈夫なのかな、今その人普通に暮らせてんのかな。あら、オーナーってば大胆。さらっと犯罪行為を告白するのはやめろ。確かに時効かどうか知らないが、盗んだバイクで走り出す感じが学生か。やめて。そのイメージはあかん。そのイメージはあかんよ。もうバイク盗む時点でダメだからもう。やるなよ。違うから、学生の思い出じゃないからやるなよ。オーナーってば悪い学生だったんですね。ねえ、まったく。本当他にどんな犯罪行為をしてたんだか。真夜中に学園中の窓ガラスを割って回ったこともあった。だから尾崎豊か。まんま尾崎豊かじゃねえかそれ。だから言わなくていいよ。心配するな、全部お前の父親が学生だった頃にわしがやったことだ。迷惑じゃねえか、ただの。迷惑お父さんじゃねえかよ。危なすぎるわ。子供のこともうちょい考えてあげて、お父さん。ちょっとね、まあなんだろう、春樹くんからしたらお父さんだけど、なお怖いわ。最悪な保護者だな。本当だよ。ルリは知ってるぞ、そういうの。ちょい悪だな、ちょい悪。うん、犯罪行為はちょい悪じゃねえ。冗談だ、冗談。冗談なのか。悪い冗談だな、おい。なんだこれは。この空気はなんだ。このじいさんは冗談といえばどんなことでも通じるとでも思っているんだろうか。とにかくだ、デートはサボらずにちゃんとしろと言いたいんだ。なるほど。だ、そうだぞ、ハルキ。じゃあ、どっか行くのか？わかったよ。また今度どこかに一緒に行こう。まあでも、最初海に行く算段はつけてるんじゃないの？うん。約束だぞ。それからゴムは忘れるなよ。お前たちはまだ責任を取れない学生ということを自覚してだな。大丈夫です、もうゴムなんかつけてないのをね2回やってますから。大丈夫じゃねえな。それ大丈夫とは言わないんだけどな。だから何の恥ずかしげもなく本人を目の前にしてそういうことを言うんじゃない。とはいえあまりそこに関しては触れたくない話題なんだよな。おう、事実がじいさんに知られたら下手したら説教だ。まあな。またあの拷問部屋に連れて行かれたりするかも。懐かしいな。いやだ、もうあの部屋だけは行きたくない。ゴム？やめて。ビヨンビヨンしてて、ミューってなるあれか？やめてルリさん。余計なことを喋るんじゃない。うん。伸びて膨らんで薄いあれだ。膨らんで。オーナー、営業時間中に。店内でそういう発言はやめてくださいね。だよね、そう、営業中だもんね今ね。店やってんだもんな今な。ゴム？うん。使う？中途半端に終わった説明にルリは首をひねっていた。だがこれ以上あの話題を続けたいとは思わないのでスルーだな。あ、そうだ、オーナー。ん？何かね。
今年のお盆の営業はどうなってるんですか？そうか、まだ決めてなかったか。盆ね。アバウトな店だな。わしの店だ、問題ない。どうするとどうするかな。13、14、15というと今年は火曜から木曜か、ど真ん中だな。おお。ということは今年は9連休のお父さん方が多そうだな。おお。お盆？なんだそれは。みんなが休める楽しい休日だ。まあ、まあ、だいたい墓参りとかね、まあ、あの親戚のところ行ったりとか、まあ、結構そういう感じで終わっちゃいますけど。あら、でも祝日じゃないのよ、お盆は。うん。え、そうなんですか。年中行事、慣習っていうのかな。そうだね。だから、カレンダーを見てもお盆の日は赤くなってないでしょ。そういえば、確かにそうだ。お盆が赤くなっていないから、何日だったかを忘れてしまうことがよくある。結局、お盆って何なんだ？祖先の霊を祀る行事を行う時期のことだ。一般企業では夏季休暇としてたくさんの人が休みになる時期だな。まあね。つまり正月みたいなもんだね。まあそうだね。簡単に言うとな。新年を迎えるのと先祖を迎えるのは全然違うだろう。まあや、なんかそういうね、休みのちょっとした休みがありますよみたいなのは、まあ同じようなもんだ。それでオーナー、営業日は？おお、そうだったな。渡る君はお盆に何か用事は？いいえ、特には。あら、ならばずらして取ってもらって大丈夫かね。そうだな、月末ぐらいに。それで構いませんよ。それじゃあお盆は普通に営業ですね。よろしく頼む。休みの詳しい日付は決めておくから、希望日などあるかね。おお。それも特にはないんですけど、何日ほどお休みするんですか？めちゃめちゃなんか、なんだろう、店の話が進んでますね。あ、待って、なんかすげえおっしゃった。あ、オッケー。などと、2人はカレンダーを見ながら休みについて話し続ける。なんかこれ見せられて、俺たちどうすればいいんだろうって今思っちゃったけど、まあそうだよね。俺は2人から横で、オレンジジュースを飲む少女に目を向けた。ルリさんね。そうか。お。先祖を迎える。あー、なるほど。なるほど、そういう流れか。あ、確かにね。あの、さっきの流れから言うと、まあ確かに、そっか、お盆っていうのはすげえ、まあ、ルリさんにとってはすげえ大事な 日っていうか、まあその日程になりそうですね。と、ぽつりとつぶやく。そうだよな。いくら言葉で伝えたって、すぐには解消しないよな。そういや、お盆ってどうなんだろう。神様が本当に存在するんだとしたら、もしかして、まあいるじゃん。神様いるじゃん。ねえ。近くにさ、あの、見習いみたいなのが。お、おい、宇野花、いるか？会えるぞ。ちょっと、お盆について聞きたいことがあるんだが。お盆？あ、そうか。そういえばそんな時期じゃったな。でもお盆についてさ、実際に神様とさ、こう話し合えるってなかなかだな、マジ。さっき一瞬思いついた、お盆が先祖を迎えるということ。前に宇野花から一度聞いた話、神様はそれから選ばれるということなら、もしかしてお盆に迎え火とか焚くと本当に先祖の霊を呼び寄せることができるのか。ほら、前にそれがどうとかこうとか。抜け作のお主にしてはいいことに気がついたの。お、それはつまりそれを呼び出せば俺の先祖、天罰の元となったやつにも会えるってことでいいのか。可能といえば可能じゃが、前にも言ったじゃろ、それは子を失った集合体だと。会えても何も話はできんぞ。ああ、まあ話はできないけどみたいなね。そうかもしれないけど、でも気持ちが重要なんじゃないかと。エゴだよそれは。まあな、まあ、よくあるよな、なんか、こう、まあ墓参りとかもさ、もう若干なんだろうね、エゴみたいなところもあるのかもしれないけど、
まあでもなんだろう気持ちは重要だよな、そういうね、あのおもんばかるというか雰囲気ぶち壊しのセリフだな、それ。とはいえそう言われても仕方がないとは思ってる。勝手に謝って勝手に許しをもらってルリの重しが少しでも軽くなるならという思いが根本だからな。まあ確かにな、今回に限ってはな、少なくとも純真無垢な気持ちだとは言えないが。このセリフに気づくお主もどうかと思うが、まあそこら辺のことが分かっておるならあとはルリの気持ち次第じゃな。任せる。任せるって、ルリは本当に謝りたいのか。謝れたとしてもそれは子を失った相手ということ。そこら辺の意思確認と説明、お主の方が適任じゃろ。そうか、そりゃあもうお主らはつがいの仲なんじゃから、うん、そういう重要なことは永遠の伴侶が聞くべきじゃつがいな、つがい言うな、なんかいまいち納得がいかないけど、でも言い出したというか思いついたのは俺なんだからしょうがないといえばしょうがないか。悪いことをしたら謝るっていうのも言い出したのは俺だし、やっぱ俺が聞くか。まあでも重要な話だな、ここは。どこに行ってたんだ、ハルキ。まあちょっとな、ウノハナとは話があって。姫姉様と？何の話だ？何を話してたんだ？怪しいぞ。なんだ怪しいって何がだ？怪しくねえよ。お前はそこまで俺を信用していないのか、確かに。ちょっと結構信用してない節はありますよね。どんな話じゃなくてだな。それじゃ、何の話だ？お盆のことで、ちょっとな。お盆？あの、休日でもないのに、うん、なぜか休みになる日のことか？なぜかっていうのやめて。そうだ。そのことでちょっと確認したいことがあっただけだ。確認したいこと？なんだそれは。お盆の日は空いているかという確認か。お前なんで俺のことを信じないんだ浮気はダメだぞ。あら、ルリはそんな無意味な解消は許さないからな。はい、もし浮気したら噛むぞあれをやばい、想像したくない。あれって何？どんだけ信じられてねえんだよ俺まあな、ここまで来るともうちょっとって感じになっちゃうけどね。そうじゃなくて、なんと聞け。俺は結構真剣な話なんだよ。おお、真剣な話？そうだ、内容が内容だけに一旦言葉を区切ってからルリと向かい合う。お盆の話ちゃんと覚えてるだろ？先祖を迎えるっていう話。それなら覚えてる。人間がそう決めた日のことだな。それな、宇野花に確認したらどうも本当らしいんだよ。ん？本当のこと？つまりだな、ご先祖を迎えるのが本当らしいって言えばわかるか？春樹の先祖を迎えることができる。それはつまりもう一度会える？ついに俺の言いたいことを理解したルリはつぶやくようにそう言った。もう一度会えるのか？会えるなら謝ることもできる？そういうことだ。ただそれっていうのは子を失ってるから会話とかはできないだろうし、意思の疎通も無理だろうって。それでも会いたいか？会いたい、ルリは会いたい。少しぐらいは悩むかと思ったのに、ルリはほとんど悩む素振りもなく強い意志を感じさせる口調でそう言った。まあルリさんもね、そこはあるんだろうな、何かしら。もともとルリのせいで、謝りたいのもルリのわがままなのは分かってる。でもやっぱり謝りたい。何も変わらないかもしれない。もしかしたら怒るかもしれない。でもルリは謝りたい。わかった。それじゃあこのことを宇野花に話して協力してもらって。ん？見るとルリの手が小刻みに震えている。お？ルリ？でもやっぱり
まあ怖いよな。大丈夫だ、俺が一緒にいるから。ハルキ、まあその先祖のね、ひ孫みたいなもんだからな。うん、ヤシャゴかどうかわかんないけど。俺がそう言うとルリはふっと表情を緩めて、ハルキが一緒だと大丈夫だという根拠が全くわからないぞ。まあね、そこはちょっと察してくれないか、ルリさん。流してくれ、そこは雰囲気で。恥ずかしい気持ちを押し殺していった分、バカにされたことに対する羞恥心が倍増する。人がせっかく頑張っていったのに。別にルリが頼んだわけじゃない。それにルリがどんな態度を取るかはルリの自由だぞ。その通りなんだが。まあな。でも根拠も何もないけど、ハルキがいてくれて嬉しいぞ。お、そう思うなら最初からそう言えよ。震えていたルリの小さな手を強く握りしめる。いつの間にか震えの止まっていたルリは俺の手を強く握り返してきた。こうしてると胸がドキドキしてくる。そうか、俺も似たようなもんだ。でもちょっと安心できるな。それも似たようなもんだ。うん、そう言われると嘘でも嬉しいぞ。だからお前はもう少し俺のことを信用しろってば。どうかこれがルリにとっていい方向に転がりますように。ああ、いい終わり方。なるほどね。そっか、お盆か。確かにな、すげえ重要な日だよね、ルリさんにとってはね。今まで先祖の話、先祖の話っつってさ。ねえ、そんなことをずっとやってきたわけだから。はい、ということで、じゃあ今回はここまでなんですけど、いやー、例のシーン2回目入って、これどうなるんだろうなと思ったんですけど、まあでも、シナリオ的にはこう、うまいこと進んできそうです。進んでいきそうですね。まあ、先祖に対して、まあ、こうね、失ってはいるけれども、まあ、その気持ちは伝えたいよね、と。いうことで。まあ、ちょっとエゴかもしれないけどね。そこに関しては、もう、ルリさんの罪滅ぼし、一方的なね、なんかそういうものなのかもしんないけど、まあ、それでもね、それを承知の上でも、やっぱりルリさんは謝りたいみたいなところ、気持ちがね、あって、なんかそれが引っかかってると。まあ、だから、そうだよな。なんか、ルリさんルートっぽいなっていう感じがするわ。なんだかんだ言ってこう、ちゃんと真剣なところは真剣に考えてるみたいなね。ちょっと本能に任せるところあるけど。はい。まあ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 、そんなルリさんルートなんですけれども、次回以降はどうなっていくんでしょうかね。はい。楽しみにしておきましょう。ということで、以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方ももしよければよろしくお願いいたします。なんか墓の一万円とかも出てくるのかな。はい。はい、とりあえずそこもね、楽しみにしておきましょう。バイバイ。